こんにちは、いちです。今日はですね、TAT さん、ネイル TAT さんから届きましたので、こちらを開けていこうと思います。はい、じゃーん、こんな感じですね。まずこちらのジェルを開けます。はい、クリームジェルのね、ホワイトなんですが、以前まあよく使ってるこちらのね、ホワイトがもうなくなりそうなので新しいの購入しました。アゲハさんです。でこちらですね、漆黒、めっちゃ黒いんですかね、黒がね見当たらなくて、まあ漆黒でもいいかなってことでこちらをね購入いたしました。でこちらはですね、あれ、なんで買ったんだっけって思ったんですけど、いきます。なんか一瞬ちょっと黒に見えるんですが、黒ではないんですよね。裏を見ると、あ、ヌーだ。キングヌー好きの私がね、ヌーを見つけてしまって、次いきます。こちらいつも使っているネイルワイプス、まあ、いろんなねことに使えて便利なので、はい、次いきます。とりあえず出しちゃいました。こちらですね、ドリルなんですが、まあ、3本ねドリル持ってるんですけど、コースがねちょっともう一本欲しいなと思って買いました。目の粗いコースですね。はい、ちゃんとはまりました、マシンにね。オーロラで綺麗ですよね。でこちらですね、この穴開けるやつ、ピアスビット、あ、ピアスビットですね。これはね、普通にあの、これもハマりましたね。普通にですね、レジンとかの時にも使えるかなと思って、ネイルだけじゃなくね、購入いたしました。いちいちね、穴を開けるのがめんどくさくて。はい。で、こちらはシールたちですね。このアルファベットのね、シールの小ささがとってもちょうどよくてですね、字体もいい感じに。で、これ、あれですね、オーロラのシールなんですけど、黄色と黒と白を購入しました。はい、こちらはバッファですね。目の粗いのとそうでないの、2種類買いました。でこちら、こちらはネイルスタンド。今まで使ってたスタンドがもうボロボロで大変なことになってる、20年ぐらい使ってるのでね。はい、スタンドをね、ちょっと開けてみましょう。じゃあ TikTok でこういうの使ってる方がよくいて、あ、なんかいいなと思って探したらあったので、マグネットタイプの、革命的です。はい、軽いです、めっちゃ軽いです、いい感じ。後で使ってみようと思います。はい、でこちらはですね、インク、ネイルインクです。とりあえずあのニュアンスネイルにね使ってみようと思っております。結構使いやすいというのをね聞いてしまったので、もうこれは買うしかないと。こんな感じでサラ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 のインクが入っております。倒したらおしまいですね。これ、こっちはねゴールド。とりあえず最初はね、茶色とゴールドを買いました。じゃあですね、早速ですが、こちらのチップスタンドと、この黒、漆黒でヌーを、のカラーをね、比べてみようと思います。じゃあまず黒でいきます。
今まではこう外せなかったんで、こっからこうやって塗らなきゃいけなかったんで、マグネットだとめちゃくちゃいいですね。黒。まあ黒は黒ですね。まあもったいないんでね、全部に塗らずに、このまま硬化します。で、次漆黒いきます。ああ、やっぱりこっちの方がちょっと濃い感じしますね。いいですね。今までなんか2コート、3コートしなきゃいけなかったのを2コートで済みそうな。ヌーもね、ちょっと黒っぽいなーって思ったんですけど、多分全然違うかもしれないです。おお、なんか茶色とパープルが混ざったような、いつ使うんだろうって感じですけど、もうワンコート塗らないとちょっとわからないですね。はい、これね、全部2コートしたんですけど、やっぱり漆黒すごいです。やっぱ黒はまだね、薄いというか、ヌーも薄いですね。でもヌー、なんかいい感じですね。ただこのチップスタンドは軽いので、単品でこう硬化するときにちょっとね、ぐらつくのが怖いです。なんかここにくっつけて、スタンドにくっつけて硬化する方がいいかなって思はい、います。続きましてですね、こちらのインクでやると、ニュアンスネイルがすごく簡単にできるっていうのを聞いたんで、本当はね、なんか違うブランドをおすすめされたんですけど、たまたまそのブランドのインクがなくて、まあ、こちらにしました。で、ゴールドとブラウン系がいいよって聞いたので、これにしたんですけど、黒がベースだからどうなんでしょうね。ちょっと一回。匂いはめっちゃインクです。おお。あ、そうか。確かですね、トップコートを塗らないといけないっぽいんです。これって UV で硬化できるでしょうか。トップを塗ります。さて、硬化したんですけど、これ固まったんですかね。あ、つかないですね。ちゃんと固まるんですね。では、トップ塗った後に塗ってみます。お、なんかじゅわーってなりますね、トップ塗った後だと。おお。おお。やっぱ表面がつるっとしてるから、こう、じゅわっとなるんでしょうかね。いまいち、まだニュアンスネイルが分かってないので、使い方がどうなのか。でもなんかかわいい。匂いはめっちゃあれです。ペンキ？めっちゃペンキです。では、こっちのブラウンを上に重ねてみますか。硬化した方がいいのかな？どうなんだろう。おお。でも同化しちゃいますね。しっかり硬化してみます。はい、硬化しましたので、こっちのブラウンをもう一回上にね、やってきます。じゃん。あ、硬化したら同化しないですね。なんか、ダジャレでもなんでもないですけど。うん、こんな感じ。でも、やり方がよくわかりません。ちょっとね、黒とかじゃわかりにくいかなと思ったので、クリアで一回やってみましょう。こっちを、インクを、全体に塗って、てみて、すごい、ネイルポリッシュっぽいです。こっちはベースこれにしてみます。おお、クリアっぽいんですね。はい、じゃあこちらの濃い茶色。おお、あ、いい感じ、いい感じですね。一回硬化しましょうか。はい、じゃあ逆やってみます。
で、こっちに上にもうちょちょって塗ったりとかすると、これを見るとなんか柄がベース白のがいいんですかね、もしかしたら。こうやってインクが飛ぶのでね、絶対グローブは必須ですね。はい、ちょっとね、ザクッとですが白を作ってきました。白にトップコートを塗った状態です。では、こちらからやりましょうか。おお、こんな感じですね。こっちは、おお、すごい。次、もう一回これでぼかしてみようと思います。このままにじませた方が可愛いのかもしれないですね。混ぜる感じで。どうですかね。どうでしょうかね。ちょっとあんまりこっちはわからないですね。はい、硬化しましたので、もう一回塗ります。何が正解かわからなくなってきましたね。この辺に。白の上にこのゴールドをうっすら塗るとかわいいですね。白がやっぱ一番しっくりくるかなって思います。ちょっとね、ゴールドのラメをね、足すといい感じになるのかもしれないですね。いいかもしれないです。そうですね、ゴールドのラメを足したらめっちゃ秋っぽくて可愛いですね。またね、じゃあこちらは秋になったら使ってみようかなと思います。インク、マイ&ビーさんのインクです。そしてね、こちらのネイルスタンドもめちゃくちゃいいです。マグネットタイプの、これはゴールドもあります。使いやすかったです。これを使ってね、チップ作成とかもね、してみようかなって思います。はい、今日はここまでです。チャンネル登録よかったらお願いします。いつもありがとうございます。バイバーイ。